スノーホワイト、大丈夫かい？大丈夫。問題ない。全くそうは見えませんが。見えるものが全てではない。たわけたことを。変わりましょうか？ここまでずっとマリアンを背負っていますよね。君も限界まで武装をしている。お嬢ちゃんがどれほどの重さかは知らぬが、軽くはなかろう。ああ、重い。ですから、交代しましょう。やれやれ、ぐっすり眠っているようだ。正確には、気絶しているのでしょうね。私が背負います。スノーホワイトは休んでください。あまり自分を責めるでない。お嬢ちゃんがこうなったのは君のせいではないのだよ。私のせいだ。分かった、そういうことにしておこう。それなら私たちと荷物を分かち合おう。心の荷物も背中の荷物もですね。意地を張るでない。仲間であろう。さあ、早くこちらに渡してください。こう見えても何かを背負うことには自信があります。ん？なるほど、他人の病を見る立場上か。それもありますが、以前鹿を。鹿？あ、何でもありません。さあ、早くこちらへ。わかった、頼む。腕をまとめて肩に背負うようにして。はい。おお、様になっているではないか。そうでしょう。では出発しましょうか。足が引きずられておるぞ。移動には問題ない。まあ、それはそうであろうが。お目覚めですか？下ろしますから動かないでくださいね。下ろしてください。あ、お待ちを。そんなに動いたら私のデリケートな部分が。下ろして。指揮官はどこですか？指揮官のところに行きます。それはできぬ。行きます。行かせぬ。指揮官、指揮官、どこですか？ラピ、アニス、レオ、どこですか？本当に、本当に私を捨てたんですか？嘘ですよね。あいつはここにいない。いるのは私たちとお前だけだ。そんなはず、
ないです。帰ります。指揮官のところに。こっちの道かな。そっちではない。わかってます。反対側に行こうと思ってました。今帰ればお前は分解されて死ぬ。私が勝てばいいだけです。そうか、そうかもしれないな。その代わりあいつが死ぬだろう。あいつはどんな手段を使ってでもお前を守ろうとするはずだ。アーク全体を敵に回してでもな。そうなれば死ぬ。気持ちはわかる。悔しく受け入れがたいことだろう。しかし君を私たちに預けた坊ちゃんの気持ちはどうなるんだい。自分に力がないからと大切なものを送り出さねばならなかった坊ちゃんの気持ちをまずは泣きわめくより少し考えるといい。ブラザーには時間が必要です。力をつけるためにですから、少しだけ待ってあげましょう。来てくれないかもしれません。あなたが知っている指揮官は嘘を言う方でしたか。いいえ、指揮官は絶対に嘘をつきません。そうですね。ですから少しだけ待ちましょう。あの方があなたを迎えに来るまで私たちが必ずお守りします。歩け、まだ先は長い。少し落ち着いたようですね。一安心だ。ずっと泣かれていてはこちらも大変だからね。尋常ではない腕力だ。見境なく暴れでもしたら手がつけられぬ。剣を教えれば面白そうだね。教える気ですか。興味がないと言ったら嘘になるだろう。あれほどの体は初めて見る。強い体が欲しいのですね、日々成長する弟子の体に熱い視線を送る師匠。とうとうその体に喜びを教える時が。あのどこに行くんですか。安全な場所だ。え、安全な場所に向かっている。地上って安全な場所がないんですよね。どこに行くんですか。ラプチャーが興味を持たない場所だ。お前はそこで過ごすことになる。あいつがお前を迎えに来るまでな。そうですか。どれくらい歩くんですか。今の速度なら徒歩で1週間かかる。え、1週間ですか。5日もかかるんですか。1週間は7日だ。わかってます。あなたが知っているか確認しただけです。私はよく知っている。確認する必要はない。そこに行ったら何があるんですか。行けばわかる。歩け。はい。手厳しいの。そうですね。あの、すみません。スノーホワイトだ。それって本当の名前ですか。要件は何だ。あの、日が沈みましたけど。ああ、夜だな。夜は寝るんだって言ってました。誰がだ。指揮官です。あいつは人間だ。私たちは人間ではない。
寝なくても問題はない。じゃあまだ歩くんですか？そうだ、睡眠をとっていたら移動に倍以上の時間がかかる。お前も知っての通り、地上は安全ではない。まだ歩く。はい。スノーホワイト、今日は休みましょう。賛成だ。ダメだ、野営をするのはやむを得ない状況だけだ。今がその状況です。そんな状況か。マリアンが辛そうです。そう思っているだけだ。ニケは疲労しない。します、分かっているでしょ。最初から私たちのペースには合わせられません。一方がペースを上げすぎれば、もう一方はついていくことも大変になります。ペースを上げるともう一方が大変。やめてほしいと懇願して、これ以上はダメですと上気した顔で、ちょうど小川がある、そこで休もうではないか。君、休息を甘く見てはならんよ。私たちは地上に慣れているから別だが、普通のお嬢ちゃんたちなら休まない方が危険だ。思考転換を起こすかもしれぬ。わからないとは言うまい。マリアンは今日アークを出てきたばかりですから。わかった、私の線慮だ。休んでいこう。マリアン、大丈夫ですか？いいえ。少し休みましょうね。はい。もう一頑張りですから。あの、お布団は？野営なので申し訳ないですが、地面に横になるしかありません。少し待ってください。敷けるものを探してみます。いいえ、大丈夫です。なくても寝られます。お腹は減っていないかい？減った。君ではない。どうせ君はいつもすきっ腹であろう。マリアン、腹は減っていないかい？大丈夫です。腹の虫は正直だな。近くに小川があったはずだ。運が良ければ川魚が少しは釣れるやもしれぬ。川魚って何ですか？気になるかい？はい。それならついてくるといい。隣で話し相手にでもなっておくれ。思ったより手応えがないね。それは何をしてるんですか？この釣り竿という道具を使って水の中にいる魚を釣るのさ。嘘をつかないでください。魚は冷蔵庫から出てくるんです。まあ世の中魚もいろいろということだよ。美味しいですか？パークのものとは比べ物にならぬくらい。じゃあ魚はいつ出てきますか？待ちたまえ。せいてはことを子孫じるというものだ。君、そう悲しまないでおくれ。だって悲しいんです。いいこともあれば悪いこともある。それが世の常というもの。いいことばかりとはいかぬのだよ。アークで坊ちゃんと過ごしていた時はどうだったかね？楽しかったです。そうか、いい日々だったのであろう。しかしこれから悲しい日が続く。それだけのことに過ぎぬ。いい日はいつ来るんですか？それは君次第さ。
うまく生きていくコツを教えよう。いいことだけを考えたまえ。そうすればいい日はより長く続き、悲しい日は早く消え去る。これからは良いことだけを考えて、そのための努力だけをすれば、今日の悲しみなどいずれ雨の中の塵のようにすっかり洗い流されるはずだ。じゃあ指揮官のことだけを考えればいいんですか？それも方法の一つだ。坊ちゃんとまた会える日を想像するといい。それだけでも楽しいだろう？楽しいです。そうだ、そのことだけを考えるのだ。それを力に変えて生きていく。そうすれば生き方が大きく変わるだろう。グレン。グレンはどんないいことを考えてるんですか？私かい？美しい自然のこと。どうしてそれがいいことなんですか？見ているだけで楽しいだろう。秋が来ないのだよ。よくわかりません。何でも知ろうとするでない。すべて知ってしまったらつまらん。ぬっ、本物だ。これは何ですか？動いてます。ビチビチって言ってます。これが魚さ。実際に見てどうだい？すごく面白い顔ですね。素直な感想だね。これが魚ですか？これを食べるんですか？そうだ、このまま食べるわけではないがね、調理してからだ。私も何でもありません。さあこっちに座っておくれ。初めてではうまくいかぬかもしれぬが、自分で釣ってみるといい。